きっと簡単かな。よし、やってみよう。タオランのクイズ第3問。ダダン。タオラが得意なのはバク転だ。タオランはと書いてあります。これは難しいから3択ですよ。1番楽天、2番野球、3番ダンスと書いてあります。1番の楽天って何ですか。じゃあ、あ、バク転と楽天が似てるから、あ、そういうことか。さあ、みんな答え分かるかな。手挙げて。はーい。なになに、みんなあんまりタオラに興味ないんですわ。なんか全然手が当たらないタオラをどうしよう。帰らない、帰らないで、帰らないで。じゃあ、タオラの、ね、得意なもの、書いてあります、3つ。で、今からタオラがやることですよ。この後タオラがやることですから。わかるよね、みんな。わかった友達、手を挙げて。はーい。元気になったよ、友達。じゃあタオラ、誰にも買ってもらおう。元気な男たちがいいよって言ってるよ。はい、じゃあ前の3番のダンスです。元気いっぱいに答えてくれました。タオラ当てる。大正解発生。そうだよね、もちろんタオラが得意なのは今からディアドラゴンズお姉さんと一緒に見せてくれますダンスです。はい、どうもありがとう。大きな拍手お願いします。答えてくれました。よかったね、タオラ。みんなもぜひね、覚えてくださいね。じゃあタオラのクイズ大会はこれぐらいにして、早速今日の、ね、問題だよね、ダンスショーに行ってみたいと思います。それでは今日はね、タオラだけじゃありません。デアドラゴンズのお姉さんたちも来てくれてるんですよ。呼んでみます。